ジェシカさんが今一番力を入れているのが社交ダンス。カリフォルニア州のコンテストで優勝するほどの実力。その相方がなかなかのイケメンさんで、金髪がお似合いのオレグさん。パートナーめっちゃかっこいいじゃないですか。元彼別れても気まずくないですか。気まずくないです。ダンスはダンス、プライベートはプライベート。しかし元彼さんは、彼女は気が強すぎるんだよ。このダンスは男がリードするダンスなのに、いつも平等を求めてくるんだ。ほんと少しは気を使ってほしいよ。そうそうそう、もう喧嘩ばっかり。彼女が一人で怒っているだけだよ。ニュアンスの違いとかダメなんだよ、苦手なんで、はい、明確に反対だ。こうじゃなくてこうだよの説明がアバウトだと、はい、なんでちょっと詳しく説明して、で詳しく説明できないとそれじゃあ伝わらない。ジェシカさんの周りにはとにかくパンチのある人が多く、